皆さんこんばんは。今夜もタムタムのお時間がやってまいりました。ルナシー声出し解禁ライブ 120% 楽しもうということで、今夜は第2弾でございます。今年の花粉症はもう危険レベルですね。今日も楽しんでいきたいと思いますけども、5月27日、28日武蔵野森総合スポーツプラザメインアリーナにてルナシーの声出し解禁ライブが行われるので、やっぱ当日はですね 120% 楽しみたいということで、前回はですねプレシャスをやらせていただきましたが、今夜はこの曲ダダン、タイムイズデッドでございます。タイムイズデッドと聞いてきっと思い浮かべるのは生まれ、続く、終わるですよね。実はこの順番なんです。生まれ、続く、終わる。これも皆さん掛け声がね、ふっふっふーとかちょっとごまかし入ってるんじゃないかなと実は昔から思っておりました。正直自分もふっふっふー派でした。僕もね20年以上追っかけてきてますけども、これを機にね覚えようということで、皆さんと共にお勉強していきたいと思います。これさ、いろいろなねネットで拾った歌詞を見てると、続きって書いてありますよね。生まれ、続き、終わる、続くで合ってますよね。だから続くでいきますよ。違ったらコメント欄で教えてください。これちょっとキーが高すぎるので、オクターブ下で歌わせていただきます。いくぜ。思い出せない、放ったの後に俺もなんだっけ、カラクリが生まれですよね。生まれ、続く、終わるですから。もう一回いきますよ。もう皆さんもうちゃんとやってください。一回でやってくださいよ。いきます。生まれですからね。生まれ、続く、終わる、いきますよ。思い出せない、放ったの後に完璧でございます。そして2番、思い出せない、放ったの後に気が揺れる、土に帰れば幸せは来る、くるくりが続く。完璧でございます。そしてラスト3番です。思い出せない、アダムとイブの過ちが歴史のフィルムを終わらせていた、くらくりが終わる。完璧でございます。生まれ、続く、終わるでございます。それでは皆さん最後にもう一回歌って今日は終わりたいと思います。いきましょう。思い出せない、放ったの後に気が揺れる、土に帰れば幸せは来る、からくりが
皆さんできましたか？今夜も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。またね。あ、もっとこういう予習しといた方がいいんじゃないっていうのがありましたらぜひコメント欄で教えてください。それではまた会いましょう。またね。バラに水をあげてます。毎朝の日課ですね。